狂犬の魔術師が世界を滑る次回の予告だよ。アリアーヌの圧倒的な実力を前にさまようアメリアの心、しかし時は空気も読まずヤウドマヘイラーを呼ぶのであった。世界最強の魔術師である少年はバラを鼓舞する。キャロル・キャロラインでした。